みんなおっぱりゆうどうもハリーです。はい、ということで今回の曲は姉ギャルを2時間に誘えるかっていう曲です。イエイ。はい、ということで僕とミミが仲いいんですけど、ミミに連絡取ってこれからご飯に行く予定なんですね。ミミに連絡したところ、まあ、大人数がのが楽しいっていうことになったので、僕も他を呼んでミミも呼んでもらって、あのご飯にこれから行こうかなと思うんですけど、メンバーがですね、流星でケイシが僕たち誘って、でミミがマーヤちゃんとデータピを誘ってご飯にこれから行くんですけど、メンズがやっぱ姉ギャルをあの二次会に誘えるかということで、まあ、そこを検証していきたいと思います。で、誘う相手なんですけど、僕がミミで、流星がマーヤちゃんで、ケイシがレータピっていう組み合わせで、あの二次会を誘っていきたいと思います。まあ、内容なんですけど、内容が基本的にみんなであの盛り上がって話してるんですけど、まあ、そこで女の子たちがあのトイレに行くタイミングで男子が後からつけてって、そこであの誘って、まあ、コスとかであの話して LINE 交換とか二次会に誘えるかっていうのをやっていきたいと思います。あの僕ミミに誘うんで、まあ、いけるかなと思うんですけど、流星とケイシは、まあ、全然多分絡んだことないと思うんで、まあ、そこはちょっと頑張ってやってもらいたいと思います。それではやっていきましょう。じゃあということで皆さん集まってくれてありがとうございます。で、乾杯。乾杯。乾杯。とりあえずみんな初めましてね、多分これ。初めましてですね。自己紹介していきましょう。はい。はい、ハリウです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ミミです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ケイシです。お願いします。お願いします。レイカです。お願いします。お願いします。ミセです。よろしくお願いします。マーヤです。お願いします。すごいな、じゃあ今回とりあえずやっぱみんな知るために、とりあえず好きなタイプから聞いていこう。あー、いいな、いいな。マーヤさん、不思議な人が好きなの。なんか、え、何考えてるんだろうこの人みたいな、あー、感じが好きで、ロン毛が好き。ロン毛なんだ。ロン毛が好き。何？いや違う、面白いなと思って。じゃあ次、流星さん。僕はもう綺麗なお姉さん系っていう感じが好きですね。の中身はどういう構成なの？中身は強い系ですね。ド M ってことですか？いや、ド M じゃないですけど、外見強いのに弱く見えるみたいな。あ、違うな。分かった。中身弱いんだけど、強く見せてみたいな。強く見せて、守ってあげたいタイプ。燃えますよね。ギャップ的な、ギャップが、ギャップ萌えですね。でも外見は結構本当に気にしてない。タイプはお箸をちゃんと持てる人と、大事ですね、大事ですね。本当に綺麗に持てないと嫌で、お箸持てる人と、ですよね。ですよね、すみません。あと、でも仕事が好きな人。あー、それは分かる。いや、すみません。なんで笑ってんの？仕事ないです。いや、大切です。綺麗な人です。綺麗な人。可愛いじゃなくて大人っぽい感じ。内面は人に優しい人。動物とかに優しい。あ、そうですね。全部に優しい。変なやつ。実は内面は自分より強い人。心が強い人、自分より。外見は色黒。じゃあ俺は何だろうな、見た目はでも俺も綺麗系のが好きかもしれない、もう目標とか夢に向かって頑張ってる子はすごい惹かれること多いかな。やっぱさ、付き合ってるとさ、お互いリスペクトし合いたい。ああ、分かります。お互いお仕事頑張ってみたいな、尊敬できる。うん、分かる。なんか認め合ってみたいな。めっちゃいい。最高ですね。どっちが好きなの実際？年上かな。まだ全然年下でもいける。うん、付き合ったことはある。ケイシは一番下じゃん。上がいいの？下がいい？上っすね。へぇ、そうなんだ。結構ケイシワンマン系だもん。
違いますよ。どう見ても違うっすよ。自分マシが本当違う。ワンマン一人も来てる。ポイントビタル。違う違う。おしゅうるまんぽくないですか。え、犬が見えるよ。マジ。年下いけるのびっくりだな、まえちゃん。確かに。ですよね。意外ですよね。いきます ?21 とか。3個下だよね、まえは。そうですね。3個下は付き合ったことないとか。ああ、新規開拓。そうだね。新規開拓。ああ、全然それ。ちょっと頑張ってみます。あ、ほんと頑張ってみます。頑張って。はい、開拓させないで。はい。ちょっと、上から。一番上の方がいいかな。下も付き合ったことない。下ないと、めちゃ下行けます。意外だね。いろんな人の意見を聞くけど、その中でも信頼できる人も、これは嘘だし、飲みすぎたね。個人じゃない。いや、個人、個人。ちゃんと。相談とかさ、ちゃんと。やっぱそうですよ。バナナの。あ、じゃあそっちじゃないです。本当に個人でした。仕事めっちゃ頑張ってるよね。え、うん、うん、ザ仕事ってイメージすごい最近。やっぱり中途半端だから、もう少しね、ちゃんとやりたい仕事。バラエティーで。そう、もっとね。あるよね、そうなの。ん、なんかやりたいこととかあるの？俺は最終的にはアパレルブランドで持って。そうなんだ、いいね。だから俺もともと普通に会社やってたから。あ、そうなの？普通に会社員として働いたから。そうなんだ。そう、それで辞めて今アパレルやろうと思って今芸能入ってるから。そうなんだ、頑張ってるなって思うよ、すごい。絶対思ってない。いや、本当に思ってる、本当に思ってる。ニーズいろいろ喋りたいわ、普通に。え、飲みたいよね、普通にね。この後行かない普通に。行くと短い。二人でさ、たまにやる。え、二人で。うん、二人で。二人。え、みんな絶対ないなんて。二人で普通に話そう。え、なんでなんでなんで。たまにはこういうのもありじゃない君と。いや、いや、別になんか、うん、2人で飲み行くの絶対ないでしょ。絶対ないよ、絶対ないんだけど。でも2人で話してるって言ったのがいろいろさ、差し飲みね、苦手だもん。差し飲みとかすると普通にマジで泣いちゃうタイプだから。それ全部聞いてあげる。全部聞いてあげるよ。マジか、全部聞いちゃうか。でもうち流星君欲しいかも。でめっちゃ面白いよね。サン飲もうとしてるやん。ちゃうちゃうさっきから見てて面白い。おもろいよ、普通に。一回行って、その後にニュースとかやばいんだ。あー、そういうパフレってある？パーティー。ニュースを飲みたい。ほんと？うん、普通に、ゆっくりと。嬉しいね、飲み物の。ありがとう。うん。絶対この後行く。もう全然、飲みに行ってもいいけどね。うん、いいよ。うん。だって、この後一旦行って、他でもっと飲みたいってなったら、他の部屋も。あ、そうしよう。多分そうする。それが一番いい。じゃあ、そうしようとやる。けど、マジで、おはりは友達として、大好きだから、飲み行こう。行こう。よし。かわいいっすよ。かわいいっすよ。かわいいっすよ。あ、モリモリよしよしゲーム。あ、次です。もういいっしょ。え、でもお母さんよ、どっちも。え、いいっすよ。なんか、モリがつなげる単語なんですよ。モリって刺されたら、その人がモリかよしを言うんですよ、誰かに。モリってやってください。で、誰かに「モリ」って言って、そのまやちゃんが「よし」よしって言われたじゃないですか。この時にみんなで「よし」って言うんですよ。よしって言われたら「よし」って言うんですよ。よしって言うんですよ。何がおもろいこれ。いや、ほら面白いんですよ、マジで。でもやってみたら分かるみたいな。これ盛り上がるんですよ、マジで盛り上がる。地元とかでやったらめっちゃ盛り上がる。確かに。一回やってみましょう。一回やってみましょう。いいですか。よし、よしって言われたらみんなで「よし」よしよし、で、ね、よしって言った人から「モリ」。そうです、モリかよし。一回練習でやってみましょう。始まりはこうですね。モリモリよしよし、モリよしゲーム、モリよしよし、モリよし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 
よし。マジで。あ、そういうことね。オッケーオッケー。これをどんどん早くしていく。じゃあ本番、本番ゲーム。あ、そういうこと。本番じゃないんだ。モリモリ、よしよし、モリよしゲーム。もし、もし、もし、もし。モリモリ間違えた間違えた、モリモリよしよしモリよしゲーム、モリ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 、わかんない、モリモリよしよしモリ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 よしよし、何なんすか、慣れてくるところめっちゃ楽しいです。山手線ゲーム、お題はよう、お、都道府県、はい、はい、岐阜県、岩手県、はい、はい、広島県、はい、はい、神奈川県、はい、はい、青森、はい、はい、北海道、はい、はい、神奈川、はい、はい、言ったよ、言うと山手線ゲーム、お題はよう、お、よう、これ何だこれ、地元岐阜県でしょ、え、だって岐阜はココン東西、お題は何々県、あっち行ってた、ちょっと長くない、あーじゃあ長くない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 、いや別に、な、あの、トイレで待ってただけだけど、何やったの今、森吉ゲーム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 、森よしゲーム、森よしよし森森森森森よしよしマリアちゃんです。そういうこと？モリモリ、よしよし、モリよしゲーム、よし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 、モリ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 、よし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 っていうゲームですよね。めっちゃ楽しいね。楽しい。あとで。何時かけして電話来ました。電話来て、嘘じゃん、何嘘だ嘘だ、下手くそすぎるわ、電話来ましたって、やっほ、俺も今トイレ行ったから、あ、そうなんですね、ちょっと話さない、ちょっと、うん、こっち準備してる、俺が準備してる、こっちです、いや、普通になんかみんないたから普通に話したいなと思って、マジ結構タイプなんですよね、ありがとうございます、言われることないのって嬉しい、ほんとっすか、いや、全然言われないですよ、言われない、マジっすか、めっちゃ綺麗だし、ありがとうございます、なんか優しそう、座り方とかも綺麗な、座り方なんかこう、ちゃんとめっちゃ猫背だった気がする、マジっすか、ね、めっちゃ話したいなと思って、みんないるから、二人で話したい、きれいで話したいなって、でもあれですよね、初めましてだけど、この業界への出身みたいな一緒ですね、あ、同じですね、ビッグモビル、あっちも、あ、そういうことじゃない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 、なんかお互い恋愛リアリティショー出て、始まったみたいな、うん、見ててました、え、私も出てます、え、そうなんすか、嘘でしょえ、知らない、え、嘘でしょ、知らないことか、え、本当に知らないことす、その時代になっちゃったんだ、でも見てなかったですね、やば、そこが一緒だからなんか初対面かもしれないですね、ほんと、はい、ですか、はい、うん、嬉しいです頑張りたいなら本当にタイプだ、頑張ってください、いいですか、俺結構あの音楽やってるんですよ、あ、知ってます、そう、俺結構好きな相手に結構曲とか作るんですけど作りますかも、あ、作ってくれるんですか、レイカちゃん作ります、作られるんだ、作ります、あなんか俺こういうところってやっぱり緊張するから思ったこととかあんま言えないですよね、あ、だから曲に、そう、曲だったら俺本当に全部伝えるんですよ、うん、最近作った曲聴きます、あ、聴く、聴いてください、なんで、マジでめっちゃドストレートな
そう、曲だったらあとストレートに伝えるんですけど、本当は正面に愛を伝えたいんですけど、でも、今日は頑張ります。本当に好きです。ありがとうございます。また、一緒に行ってくれますか。一緒に、ご飯2人で行きたいなと。あ、タイミングとかで。タイミングとか、LINE 交換とかっていいですか。あ、全然、LINE なら嬉しいです、嬉しいです。 OK! あ、行きました。じゃあスタンプ送ります。お願いします。じゃあ乗りますか。そうですね、多分怪しまられて、怪しになっちゃった、うん、確かに怪しまれてないから。ごめん、優しいね。だってヤタピー狙ってないっすよ。ヤタピーヤタピー、今何やったの、遅くない。間違いない。話してました。あ、話したの。ちょっと話しました。何話したの。うん、普通に好きだよ。え、ちょろあの、結構いい、はい、最年少バカだ最年少、チャラいよ。え、チャラいっすか。好きだよのレベルいっちゃったの。え、好きだよ。普通にタイプってこと。あー、かわいいって言ってたもんね、レイカのことね。めっちゃいいね、いい人なんで。何事にも感じてるね。うん、そうです、そうよ。例でも見えたさ。怖い、やばいね、流星マジで。例でも見えた。あ、はい。距離。タイミングいいな、あるみたいな。何の何のタイミング。怖い、この人。お前じゃ怖がっちゃってるから。怖いんだけど、この人。ちょっと除霊してくるんですよ。じゃあ危ないから。まだちょっと除霊してくる。いや、悪い霊がいるんですよ、たとえ。悪い虫が。喋りたいなと思って。あ、本当。はい。いいよいいよ。どうしたの。いや、なんか、うん、なんすか。初めてじゃないですか。うんうんうん、マヤちゃんなんか話してて、相談しやすいなと思って。え、本当？はい。嬉しい。エックとかってやっぱみんな、うん、その同じメンバーっていう感じですけど、ナッツってまたあんまり機会ないじゃないですか。確かに。だって今回さ、飲もうってなったらもうマジタイミングだもんね。ですよね。そう、ちょうどいたしさ。そうそう、なんで、うん、相談したいことたくさんあるなと思って。あ、ほんと？お仕事とか。そうそうそう、うん、なんで、もっと相談できたらなと思って。ほんと嬉しい。こういう機会があったんで、うん、LINE 交換とかできます。あ、LINE？ はい。え、でもお仕事の相談。そう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 。あ、ほんと？もうお仕事の相談なら全然頼りやすいっていうか、まやちゃん。あ、本当？話してて、的確の自分が、あ、こうすればいいんだなっていうことを言ってくれる。嬉しい。そう見えてるんだ。見えてます、見えてます。機会があったら。うん、全然、相談とかなら全然いい。で、この後、なんか用事あります？いや、この後ない。特に。ないっすか？うん。お腹減ってません？お腹減っ…まあ、食べれるっちゃ食べれるね。え、なんかこれ終わったら2軒目とかなんか、どっか行きます？2人で？はい、なんか仕事の話、もうすごい30分、1時間飲みに行って。ほんと？時間があったらでいいですけど。まあ全然あのあれ、2人がやっぱ、まあ、初対面だし。確かに2人で、まあ気まずいかなっていう感じだったら、もうお互い誰か呼びません。ああ、あるあるある。誰か呼ぶのありだね。ですよね、まあ、うん、あそこで行くメンバーおったら。確かに、なんかみんなで仕事の話できたらいい。そうですよね、うん、いろんな意見も聞けるしみたいな。数人だったら全然。あ、そうしましょう。いいよいいよ、数人だったらいい。そうですよね、うん、そうしましょう。あざーすあざーすあざーす。戻ります。戻ろっか。はい、怪しまれるんで。確かにね。もりやすげーね。もり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 じゃない、もりやすげー。モリモリ、やめてくれよ俺。モリ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 、よしよし、モリモリモリ、よしよし。新宿三丁目行けるし、渋谷行けるし、あと池袋も行けるし。あー、悪霊いましたよ。
はい、じゃあ退治してたんだ。退治してきました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。なんかおかしいこと起きなかったですか？え、もうおかしすぎたよね。全部がおかしかった。トイレみんなついてくるんだもん。確かに。それがあれってことですか？あ、それだっけ。実はビッグモデルのメンズの子たちが本気出したら姉ギャルたちをお持ち帰りできるかっていう企画。お持ち帰り？やばっ。どういう企画？二次会にこの後行けるかみたいな、誘って OK か OK じゃないかっていう感じで、実際になんか誘われて OK だったとか。うん、うち OK って言った。あ、じゃあ、あれで、すごい、目線がすごいよ、目線が。違う、持ち帰りとかじゃなくて、普通に友達として二次会行こうみたいな感じで。うん、うん、仲いいもんね、プライベートみたいな。どうでしたか？なんか二次会っていう話ではなかった。何、何されたの？何されたの？え、なんか今度ご飯行きましょうね。あ、今度？タイミング合えば。今度は後日なんだ。タイミング合えば行きましょうねって言いました。 LINE は公開しました。おお、なんか食器かされ。曲聞かさ、怖い怖い怖い。だから曲を作りますって言ったの。わーお、ゆっかちゃんの曲を作りますって言って。あー、ラブソングだ。ラブソングを作ろう。すごいじゃん。はい、え、すごい。こういうのために撮ってきたの？いや、違います。誰にでも聞かせ。いや、違う。ああ、誰にでも聞かせたやつを。何だよ、ゆっか。本当にゆっかちゃんだけって俺聞かせてるの。気になるよ。そう、一番気になる。お嬢様一番もうなんか大人の会話でしょ。そう、めっちゃ大人だった。仕事で結構悩んでて、まゆちゃんはみたいな、めっちゃ聞き上手だから相談を聞いてほしいみたいな。でもそれは全然いいよって言って、うん、でなんか相談 LINE したいんでみたいな、 LINE で聞いてもらってもいいですかみたいな。だから全然お仕事の相談なら全然いいよって言って、 LINE いいよって言った。ああ、そうだったの。はい、ということで二次会に誘えたのは自分たちのペアと流星のペアでした。はい、この組み合わせだけど、すごい楽しかった。はい、ということで最後まで動画を見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録、3月までに50万人目指しているので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。ということでみんな、バイバーイ。バイバーイ。